こんにちは、だけチャンネルです、今回はですね、ちょっと、まあ、コラボというか、こういう機会があったんで、撮らせていただいてるんですけれども、ユリイカ研究所さんと、一緒に今回は撮影をさせていただこうと思っております。で、今回テーマなんですけど、コメントとかライブ配信でもリクエストの多かった、あのエアブラシの基本についてっていうお話をしていこうと思っておりますので、ちょっとエアブラシ、まだそこまでということなので、本当に基本的なこと、エア圧、希釈率、距離とかその辺基本的なことを、質疑応答感覚で質疑応答って感じでやっていこうと思ってますので、よろしければ最後までお付き合いください。というわけでやっていきましょう。それでは、やっていくんですけれども、今回エアブラシの基本ということで、今回こっちの、ハロプラですね、ハロプラの塗装をしていこうと思うんですけれども、ハロプラの塗装の、工程に関してはユリイカ研究所さんの、チャンネルの方で、ご紹介するので、そちらの方、概要欄にリンク貼っときますので、そちら見ていただけたらなと思うんですけれども、今回その手前ですね、綺麗に塗装していくためのエアブラシの基本っていうのをやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。で、エアブラシで塗る上で一番大事なものっていうのが、基本的に希釈率と、エア圧、あと吹き付けの距離っていうのが一番大事になってくるんですけれども、希釈率、塗料のと薄め液の混ぜる率になるんですけども、結構その辺がやっぱりつまずく方が多いポイントになってまして、どんぐらいの希釈で塗装したらいいんですかであったりとか、雑誌とかに1対2で塗ったらいいって書いてあったから1対2でいいんですよねっていう、質問非常に多いです。僕のコメント欄とかでもそうですし、店頭に来られるお客様とかでも非常に多いんですけれども、希釈率っていつもどういう風にされたりか、混ぜる棒を同じ分だけ入れてます。塗料と薄め液を同じ量だけ、同じ量、あじゃないですね、塗料の倍薄め液を入れて、バイオスメイク、1対2っていう感じなんですけど、希釈率っていうのは基本的に、時と場合によって変わるっていうのが基本になります、それは使う塗料によって変わるであったりとか、その塗る状態、どういう状態に塗りたいっていうのによっても変わります。あと薄め液、使う薄め液によっても変わります、なので基本的に正解っていうのはありません。あと、一番大きい理由は、好みっていうのによっても変わってくるんですけど、その変わるとどうなるかっていうのを意外と理解してない方が多いので、その希釈が薄くなったらどうなる、希釈が濃くなったらどうなるっていうのをまずちょっとお話をしていこうと思います。で、ここは多分皆さん分かると思うんですけど、希釈が薄くなる、薄め液が多くなる、塗料に対して薄め液が多くなると塗料ってどうなると思う？どうなる？多いとですよね。多いと。粒々がバラバラになる感じ。解散。それも一つ正解ではあるんですけど、それはちょっと後の話でちょっと説明しようと思ってる部分なんですけど、基本的にもうシンプルに、薄め液が多くなるとシャバシャバになる。
なはいそうですね、はい、で薄め木が少ないと塗料はドロドロになる、はい、っていうことになります、はい、で、そのシャバシャバなのとドロドロなのとでどういう変化が出てくるかというと、はい、ちょっとカメラ越しだと反対に映っちゃうんですけど、まあ、ここに塗装の表面があるとしますよね、はい、塗装の表面があったとしてまずシャバシャバの場合すみません字汚くてすみませんシャバシャバの場合こう塗料がこっちからエアブラシで飛んでくるわけです、はい、ここについた塗料ピタッとついた塗料は、はいシャバシャバなんで横に流れていくんですよね横に流れていってこう広がっていく形になります、はいはい、これが濃い場合濃い場合だとここについた塗料が横に流れずにこういうダマになるんですよねはい、はい、なるほどはい分かりやすい、はいはい、こうなります、はい、こうなるということは要は横に流れていかないので塗膜が厚くなるんですよね塗料、はい、塗料の塗った塗料塗膜の厚みが分厚くなるそうですね、はい、でシャバシャバの場合は横に流れていくんで塗膜が薄くなる、はい、となるとまず起きてくるのが、塗料が薄いと遠平力があまり出ない要はあの白とか黄色とか赤っていう色を塗装した時って、はい、あの下の色が表に透けて出ちゃうっていう現象が起きるんですね、はい、例えば黒の上に白を塗った時とか大変ですねあの、はい、何回も何回も塗り重ねないと白になってくれないっていうのがあると思うんですけれどもそれは塗膜が薄いからそういうことが起きるんですよねなので、塗料の希釈を濃くしてあげると、はい、塗膜が厚くなるんでこれをバーッと一気に吹きかけるとこういう分厚い塗膜が形成されるので隠蔽力が強くなるっていう傾向になります、はいはい、薄いとその逆ですねあの薄くなっていくんでもうあの隠蔽力が出ないから、はい、何回も何回も何回も重ねて隠蔽力塗膜を分厚くしていって、はい隠蔽力を出すっていう方法、はいはいになりますなのでここはね、好みが分かれる部分ですね、もう一発で、はい、一発でズバッと色塗って色のせたい、はいはい、っていう好みの人、はい、でもう何回も何回もちょっとずつ塗り重ねて、白くしたいっていう好みの人、うん、っていうのでこのどっちを選ぶかっていうのは変わってくるのであのそれはもう好きな方をやったり、はいだから濃いのが正解っていうわけでもないですし、うん、薄いのが正解っていうわけでもないのでその違いなんで薄いとこうなるのかっていうのを理解してもらえるといいと思いますはい、はいはい、でまあ今こう濃いと塗膜が一気に厚くなります、はい、薄いと横に広がるんで薄くなります、はい、っていう話をしたんですけれども、はい、それに関して関連してもう一個出てくるのが、はい液体って基本的に表面ぬるっとするじゃないですか、はい、例えば手とかに水をバシャってこう、はい、で手の表面でスベスベに見えるじゃないですかそうですねはいスベスベに見えるんですけど、はいはい例えばドロッとした液体、はい、例えば、こねた片栗粉とか、はい、水溶き片栗粉とかをここにかけた時って表面でこぼこになるなりますはいそれと同じことが塗料でも言えるんです、はい、液体全体に言えることなんですけど、はい塗料が薄い場合はこう表面に流れていく力が強いので表面張力っていう、はい、あの表面をきれいに保とうとする液体の、特性の一つなんですけど、はい、表面張力が強く働くので表面が滑らかに、うん、滑らかな表面に仕上がりやすいです、はいはいで濃い場合は横に流れていきにくいので、うん、こう塗料をベタベタ乗せていくとこう重なっていって表面がボコボコしてしまいます、はい、っていう特性があります、うん、これを一般的に柚子肌っていうへえ、はい、柑橘類の柚子の肌みたいに表面がボコボコした状態、はい、細かくボコボコした状態になるので、はい、柚子肌って言ったりするんですけど、はいこういう状態になりやすい、うん、
っていう特性があるので、はい、それぞれその濃い時のメリットデメリットを、はい、薄い時のメリットデメリットっていうのを理解してもらうと、自分がどういう風にしたいのかによって、うん、今回は塗料を濃くしよう、今回は塗料を薄くしようっていうのを、はい、判断しやすくなると思うので、はい、これはちょっと一つ覚えておいていただきたいです。はいはい、なので、まあ、まとめると、塗料が濃いののメリットっていうのは隠蔽力が出ると、はい、で、デメリットっていうのは表面が柚子肌になりやすいっていうこと、はい、これが濃い塗料が濃い時のメリットです。はい、で塗料が薄い時のメリットデメリット、薄い時のメリットはさっきも言ったように表面張力で表面が滑らかになりやすいっていうのが、はい、メリット、はいはい、ただデメリットは、表面が薄くなる分隠蔽力、下の色が透けてきやすいっていうのがデメリットになります。はい、まずここを、しっかり理解してください。はい、はい、大丈夫です。なんとか、はい、はい、たら、塗料の希釈率の話に関しては、はい、これで終了になります。はい、はい、そしたら今希釈率の話をしたんですけども、エアブラシで塗るので、もう一つ、影響が出てくるのがエアーズっていうものになります。コンプレッサーから吹き出されるエアーの圧力を、まあ、大きくまとめてエアーズっていうんですけども、エアーズとかで今まで意識したこととかは全く意識してませんでした。ですよね。すいません、はい、いやすいませんじゃなくてオンオフしかしてなかったです。はい、そういうコンプレッサーが結構多いんですよね。なので意識のしようがないっていう方も非常に多いです。はい、うん、例えばクレオスの L5 とか L7 とかにしても、L5、L7 単体で買うとエアーズの調整でできないんですよ。もう一定の圧力で吹き出すだけっていう形になるんで、はい、もうそれを使ってはる方はもうこの圧で吹くもんだっていう、意識になるので、はい、意識してない方は非常に多いんですけれども、結構エアーズっていうのもその希釈率と非常に密接な関係が、あるものになります。はい、はい、で、それっていうのはもうエアブラシの構造に、関連して、起きてくることになるんですけども、エアブラシって、まあ、ちょっと省略した絵になるんですけども、こうニードルがありますよね。はい、エアブラシの中に前後する針、はい、ニードルが刺さってて、はいはい、そのニードルがこういうノズルカバーの先端からニュッと出てる形になるんですよね。はいはい、でレバーを引くとこのニードルが後ろに下がることでここの隙間が大きくなって、あれそういうことだったんですね。そう、そういうことなんです。前後してるんです。そう、このニードルが前後するんです。やたら前に出てるとき確かにあります。あ、そういうことレバーを引くことで後ろに下がって、はい、本当は僕はぴったり密着してるんですよね。レバー触ってない状態、はい、それがレバーを引くことによってこの針が後ろに下がってここに隙間ができる、はい、で、ニードルなんで当然先に行くほど細くなっていくので、はい、針が下がっていくとどんどん隙間が大きくなって、はい、でここから出る塗料の量が増える、なるほど、っていうのがエアブラシの基本的な構造になるんですけども、はいはい、この時に、まあ、この絵っていうのはちょっと前にツイッターでちょっと拝見した電撃ホビーの初代ガンプラ王の日野さんっていう方が、はい、日野さんの塗装講座の時に、紹介してた絵になるんで、はい、それがね非常に分かりやすい絵だったので、うん、分かりやすい絵と説明の仕方だったので、はい、ちょっとその説明の仕方、はい、僕も使わせてくださいっていうので、はい、一応許可を得たので、この絵を使わせていただくんですけども、はい、この針が下がることでこっから塗料がじわっと出てくるんですね。はい、こっから塗料がじわっとこう、ちょっと分かりにくい絵ですけどじわっと塗料が出てくる、はい、で、エアブラシ、まあ、この外側にまださらに部品がついててここからエアが出てくるんですね。
はい、ここからこのノズルキャップの縁に沿ってエアがビャーッと出てきて、はい、うん、でここに出てきたこの塗料の雫を、はい、このエアの力で吹き飛ばすんですよね、こっちに、うん、吹き飛ばすことでこう塗料がこう飛ぶっていう構造になってます、はいはい、なので、この塗料を飛ばすためにはそれなりのエアの力がいるので、うん、このエアの圧力っていうのが結構大事な要素になってきます、はいはい、で、ここでさっきの希釈の話に、はい、希釈の話がちょっと出てくるんですけど、はい、ここから出てくる塗料が、シャバシャバだった場合とドロドロだった場合、はい、同じエアーズをここから吹きかけた時に、はい、どっちが綺麗に飛ぶか、シャバシャバの方がなんか遠くにいっぱい飛んでくれそうなイメージが、うんうん、濃いとだからボド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 、そうです、あのまさにその通りで、要はここの塗料のたまりをこのエアで砕いてミストにしてるんですね、はい、なのでこれがシャバシャバだったら要は柔らかい状態なんで、はい、少ない圧でも綺麗にミストになってこうちっちゃい粒になってこうピューッと飛んでてくれるんですよ、はい、こういう形で、それがこのミストが濃い場合、あの塗料が濃い場合、はい、エアーツが低いとこいつをうまく砕けなくて塗料のサイズがバラバラの状態でビチャッと飛んでいくんですよね、こういう大きい沈みだったりとか、はい、っていう形になっちゃうので、はい、まあ、基本的に綺麗に塗れない、要は均一に塗料が飛ばないってことになるので、はい、綺麗に塗れなかったりとか、あと、まあ、あのエアブラシで苦戦してはる方で、はい、あの多分体験したことがあると思うんですけど、はいはい、拭いてる最中にビチってなんか粒がつく、ありますね、もううわーってなるよっていうことがあると思うんですけど、はい、それっていうのは希釈に対してエア圧が低いから、低いから起きることなんですよね、へ、要はこの塗料の粘土に対して適正なエア圧を当ててないから塗料が綺麗にあのミストになってない、はい、まばらなミストになってしまってるから、はい、表面にビチッて雫がついたりとか、表面がデコボコになったりっていう風になってしまうっていう現象になります、はいはい、なので、さっき言ってたみたいに濃い塗料で一気に塗りたい場合っていうのは基本的にはエアーズを上げてあげる、ああ、これかっていう形になります、はいはい、で逆に薄い塗料を拭きたい場合っていうのはエアーズを上げすぎてしまうと、エアーズを上げすぎてしまうと飛びすぎるんですよね、飛びすぎるんで、はい、まあ、広範囲にビシャーっていっちゃうのと、はい、あとここについた後に、はい、表面についた後にこっから吹いてきてるエアーの力でビャーってビャーって流れてきちゃう、っていう現象が起きるので、はい、塗料を薄い塗料を吹くときはエアーズを下げてあげる、なるほど、はい、っていうその希釈率とエアーズの関係性っていうのがあるので、これも非常に重要な大事、はい、ことになるので、これも覚えてもらうといいと思います、はいはい、なので、まああのその調整ができないコンプレッサーを使っている場合は、できればエアレギュレーターって言われるエアーズを調整する器具があるんですけども、まあバルブみたいなやつはい、あるんですけども、それを使って調整をしてあげる。と間に挟めるものがあるんですか？そうです。あのコンプレッサーとハンドピースの間にかませる形でつけるんですけど、それを使って調整してあげると、はい、いろんな使い方ができるという感じになります。だからついてないとどっちかしかできなくなっちゃうんですよね。そうですよね。そう。だから例えばまあ L5 とかになると。はい、基本的にエアーズが低い、もう塗質エアーズが低いので、はい、基本的にはもう薄い塗料しか吹けない、うん、あ、そうなっていうことになっちゃうんですよね、まあ、はい、あの1対1、だいたい薄塗料1に対して薄め液1
の塗料ってなると、うん、L5 だとちょっときつくなります。なので、その辺を考えて、うん、そのコンプレッサー選んであげたりとか道具を選んであげるっていう風にしてあげるといいと思います。はいはい、これが一応希釈率とエアの話ですね。はい、はい、そしたら、ここまで、希釈の話、ね、希釈とエアーズの話までしてきたんで、次は吹き付ける対象面との距離の話になっていきます。はいはい、で今ちょっと収録会でちょっとお話を伺ってたんですけど、距離っていうのはあまり意識したことはなかったなかったですね。はい、多分あのそういう方が非常に多いと思うんですけども、はい、距離っていうのも、希釈率と非常に関係があります。はいはい、で、まあ、この塗る対象物がこうあったとします、はい、で、まあ、シャバシャバの場合ですね、シャバシャバの場合、この距離が近いと、これエアブラシしますよね、はい、ここからの距離が近いとすると何が起きてくるかっていうと、これシャバシャバだから表面にとどまる力が弱い、はい、ゆるゆるなので、はい、ゆるゆるなのでエア圧が高いと、エア圧が高いというか距離が近いと、ここから出てくる空気の力でここについた塗料がビャーって流れていくんですよ、こっちっていう現象が起きます、はいはい、でそれするともうあの一発でムラになるっていう、現象が起きます、はい、なので、まあ、基本的にシャバシャバの塗料で、こう面を塗りつぶす時っていうのは比較的距離は少し離し気味。あ、そうなんですね。薄いから近いと思ってたかもしれない。近くしちゃうとね、もう風でね、ギャーってなっちゃうんです。それはありますね。あ、確かにそういうのもありますね。なるんで、これで全体に吹きかけていくっていう感じになります。はい。はい、で、まあ、あの距離の話で、ちょっと応用的な話になるんですけど、はい、さっき言ってたこの吹きつける角度。はい。吹きつける角度っていうのは、基本的に、この塗装面に対して直角っていうのが、知らなかったです、基本的には基本、あの基本になります、はい、でなんで直角じゃないとダメなのかって話なんですけど、はい、要は塗料ってこう広がって出るわけです、はい、これに対して塗装面がこうなってると、はい、こことこことで塗料の作る量が変わるんです。そうですね、こっちは近いから、はい、近いからいっぱい塗料がつく、はい、こっちは遠いから塗料がうっすらつく、はい、要はミストって広がっていく以上、あの遠くなればなるほどその密度が低くなっていくんです、うん、はい、なのでこう斜めに当てちゃうとこの塗料のつく量が変わっちゃう、うん、手前とここ、はい、ってなっちゃうんで、基本的に塗りつぶすとき、はい、塗りつぶすときは直角で当ててあげる、はい、っていうのが基本です、はいはい、ただあのさっきも言ったようにこうすると手前と奥で塗る、はい、塗料がつく量が変わるって言ってるじゃないですか、はい、要はグラデーションになるんですよ、なのでグラデーション塗装したりとか、はい、っていうのはわざと斜めに塗料を当てる、っていうふうな使い方をしたりとかするんで、そうだったんですね、はい、これ一つ覚えてます、はいで逆に、濃い場合ですね、うん、濃い場合、濃い場合は基本的にさっきの逆なので、うん、距離を近くしてあげて、うん、ダッと塗ってあげるっていうのが基本になります、はい、まあドロッとしてるんで風でビャーってなりにくくなる、にくい、重たそうですね、はい、なるので、まあ、近めから塗ってあげるっていうのが基本になるんですけど、はい、今度濃い塗料で透明から吹いた時に何が起きるかっていう話なんですけど、うん、はい、濃い塗料を透明から吹くとイメージ的にどういう風になると思う？雨みたいな、かプツ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 、正解です、はい、表面がザラザラになります。あ、これなんでかっていうと、それも理由があるんですけど、はい、
まあ、ここから塗料出た塗料、はい、ここをキューッと飛んでいくわけですよね、はい、まあ、例えばこれ20センチとします、はい、この20センチを飛ぶ間も塗料って揮発するんですよ、はい、あ、そこで、ここでもで薄め液が飛んでいくんですよね。薄め液が飛んでいきながら、はい、塗料の表面に着地するっていう形になるんですけど、はい、塗料が濃いっていうことは、はい、この粒一粒の中に入っている薄め液の量が少ないんですよ、ね、あ、元々そう、はい、そうですね、はい、はい、なので飛んでいってる間に乾いちゃうんですよ。そうすると考えたことなかったのよ、はい、うん、そうするとここの表面につく時にはこの塗料の粒っていうのは半乾きなんですよ。あ、だからあの周りの塗料となじまない、うん、余計そうしたらここにザラザラのもう粒 粉みたいな感じ、極端な話、うん、粉みたいな感じでここに付着するっていう形になるので、はいはい、表面がザラザラになってしまう、なってしまいます、はい、なので、全体を均一に塗るっていう時は距離を近づけて、はい、っていうのが、そうか、こうやって柚子ポンですね、さっきの。これはね、柚子肌ではないんです。柚子肌はあの溶け合ってるけど、はい、あのデコボコができるっていうのを柚子肌。また違う。あ、そうなんだ。これはもうあのただ粉吹いてるって粉吹いてるって状態になるんで、はい、で、綺麗に塗りたいときは基本的には距離を近づけるっていう方法が、はい、基本になります、はい、ただこれはこれで使い道があるんですよ。あの例えば、まあ、車のシートとかで布製のシート、はい、表面ザラザラじゃないですか、はい、だだだとか、あと、まあ、ガンプラとかとかでも、はい、あのメカ系のやつとかで、はい、鋳造って分かります。鋳造、あの砂型に金属を流し込んで複製するっていう、はい、あの製法があるんですけどまああのそういう鋳造の肌を表、はい、胃肌って言うんですけど、はい、あのその肌を表現するのに胃肌って砂型の跡がつくんで、はい、表面がザラザラしてる、ちょっとそのコンクリみたいな、あ、なるほど、ああいう肌になるんです、はい、でも普通にビャーって塗っちゃうと綺麗になるじゃん、はい、あ、そうですね。だから、その胃肌を表現するためにわざと濃い塗料を距離を離して拭くことでわざとザラザラにしてる、へっていう使い方、そんな技が、うん、すごいってあるので、あの各それぞれね、いろいろあのやり方っていうのが、ね、知っといた方が絶対いいですね。これもね、うん、知っといてもらうと非常にいいと思います、はいはいはい、まあ、この辺が基本的に、エアブラシの基本になります。はい、はい、ここまでね、なんかあのよく分かんなかったこと、とてもあの分かりやすく、分からなかったことが、はい、まあでもこういう理由がちゃんとあったんだなというところ、こっから先はね、もうあと実践してみて、ね、まあ、はい、自分に合ってる合ってない、あと、まあ、はい、使ってる塗料とか薄め液に合ってる合ってないっていうのが出てきますので、はい、その辺は、これを理解した上でいいように、いろいろ試してもらったら、はい、いいと思います、はいはい、とりあえずこれがエアブラシの基本になります、はい、ありがとうございます、はい、なのでこれを利用して、ハロー塗装いきましょう、はいはい、というわけでじゃあ僕の動画は一旦これで終了になりますんで、続きはゆいか研究所のチャンネルで、チャンネルの方をご覧ください。というわけでご視聴ありがとうございました。